第9代エルギン伯爵及び第13代キンカーディン伯爵、ビクター・アレグザンダー・ブルースは、イギリスの政治家、貴族、インド総督や植民地大臣を務めた。1849年5月16日、第8代エルギン伯爵ジェームズ・ブルースの長男として、モントリオールで誕生する。母は、初代ダーラム伯爵、ジョン・ラムトンの娘ルイーザ。 1863年に父が死去し、第9代エルギン伯爵を就職した。イートン校を経て、オックスフォード大学のベディウォールカレッジへ進学する。1886年の第3次、グラッドストン内閣で王室会計局長官と建設長官を務めた。1892年に第4次、グラッドストン内閣が発足すると、 インド総督ランズダウン公爵の任期切れ後にその公認となることが内定し、1894年10月に就任した。イギリス領インド帝国の1895年度の財政赤字解消のため5%の輸入関税導入を行ったが、本国の意向を組んで面戦意を課税対象から外した。インド世論の反発が強く、その翌年には面戦意も 課税対象としたが、その代わりに、インド国内の面繊維に5%消費税を課した。この露骨なイギリス国内産業保護措置に、インド世論は、イギリスのインド統治は、インド人の利益のためではなく、イギリス人の利益のために行われていることを再確認し、インドナショナリズムが高まっていった。外交面では、北西国境部族に対する拡張主義をとり、部族から強い反撃を受けた。 1895年には、シトラルのアミール継承問題に介入して、シトラルの反乱鎮圧に軍を派遣したが、これに対して、ワジリンやアフリティなど、近隣部族が、一斉にイスラムの危機として、反乱に参加したため、大反乱と化した。エルギン教は3万5000の兵力を動員して、2年かけて、反乱を鎮圧することに成功したが、反乱鎮圧費が巨額に上り、 インド財政を悪化させた。また1896年から1897年にかけては大飢饉にも見舞われ、100万人のインド人が死亡している。エルギン卿はセンペストの予防処置として、インド人の人権を無視した政策を次々と実施したため、この件でも繁栄闘争が激化した。1905年12月には、キャンベル・バナマン内閣の植民地大臣として、 入閣した。彼を補佐する植民地省政務次官は、後の首相ウィンストン・チャーチルだった。チャーチルは、当時から和が強く、彼の攻撃的な演説ばかりが、世間から注目されたので、大臣のエルギン教の影は薄かったという。しかし、エルギン教はチャーチルが20分も30分も、自説を展開するのを辛抱強く聞き、話が終わると、私は反対である。 許可しないと述べて退けることも多かったという。1907年4月から5月には、実地領首相らを招いて、植民地会議を主催し、自由党政権は自由貿易と自由な連邦による帝国を目指すことを宣言した。また、植民地省内に実地領との関係を調整する新部署を設置することや、植民地会議を帝国会議と解消することも取り決めた。 しかし、関税問題については、関税改革を希望する、自治領が多く、一致を見なかった。1908年4月にキャンベル・バナマンが辞職すると、共に植民地大臣を辞し、以降閣僚職に就くことはなった。1917年1月18日に死去、長男のエドワード・ジェームズが借位を継承した。1863年11月20日の父、 ジェームズ・ブルースの死去により、以下の借位を継承した。1876年に、初代サウスエスカ伯爵、ジェームズ・カーネギーの娘、コンスタンス・マリーと結婚し、彼女との間に、以下の六男五女を設けた。1909年にコンスタンスと死別し、1913年に、ガートルード・シャーブルックと再婚し、彼女との間に、以下の一子を設けた。ありがとうございます。